それでは、えー、とファミコンのエミュレーターを起動してみましょうわかりやすいですね任天堂こっちらですねで自分の先ほどお伝えした ROM フォルダーに入ってるゲームだけが表示されますで上下でこのようにゲームを変えることができますので今回スーパーマリオ起動させていきましょうで決定ボタンを押しますすると初めに困難出るんですよ毎回なんか ななんやろなこれみたいなんでそれなんかエラーっていう字もあるんでなんかエラーが起きたんかなと思うんですけどそうじゃないんですよねこれ何かというとあの画面が出てもほっとったらゲーム始まるんですよ、うん、であの画面のうちに決定ボタンを押すとエミュレーターを始める前にエミュレーターの微調整できるんですよ例えばですけどファミコンのエミュレーターを3つ入れてた例えばコアとかを3つ入れてると 例えばスーパーマリオを起動した時にどのコアでゲームしますかっていうんですよエミュレーターでも例えばまあ一番よく見流してる FCUEX とかこの中に入ってる FUM とかネストピアとかいっぱいあるんですよファミコンのエミュレーターそういうコアを入れておくとじゃあこの3つのエミュレーターのどれ使ってスーパーマリオするんですかっていうことができますじゃあちょっとやってみましょうまずこのゲームの状態で決定ボタンを押しますでここでメニューが出ますこの時に決定を押しますはいこんな感じになります で、えー、ここですね、セレクトデフォルトエミュレーターフォアネス、今はこの FCUM ってなってますね、ここで決定ボタンを押します。すると、はい、4つエミュレーターがあるけど、どれでやりますかって出ます。変えることができるんですよね。はい。で、今はもうこのまま普通の FCUM で、これでしたかったら、このまま B で決定。 はい、でこちらがね結構大事ですこれちょっとコツでねおじいさんは結構迷ってというかいろんな吸ったもんだがあって結構大事やなと思ったのが実はこれなんですよセレクトデフォルトビデオモードフォアまあこのエミュレーターの名前ですねこれね画面のサイズ決めるんですよここで決定押すでしょそしたらこんな感じで出るんですでこれ大きいよねこれまあ今僕パソコンの大きいモニターでやってるんですよなんぼかね 27インチかでやってるので1 9 2 0る1 0 8 0なんですね解像度ってやつがでこれね他のエミュレーターも全部ねその自分のつ多分つけてるモニターのマックスになるのかな、うん、これに自動的になのかわかんないですけど僕はこの1 9 2 0る1 0 8 0のモニターなので毎回これになってたんですよでこれでエミュレーターするとね全部ね結構ねなんかねチラチラするんです画面がうん 当然なんですよ。ファミコンとかレトロゲームって昔のテレビの解像度でやってるんで、むちゃくちゃ小さいんですよ。解像度が。うん、それを無理やり。こんなに引き伸ばしてるからやっぱりね。不具合出るんですわ。で、なんか画面がチラチラしてるように思うんです。だからこういう場合はもうせめて大きくても。まあ1280かける720かまあこの辺ですね。10 24。24かける768この辺にしとくのが無難です。 はい、で今日はじゃあこれで決定でここで OK なら決定をしますはいこれで、えー、どのエミュレーターで動かすかで画面の大きさ決めてで OK の場合はランチですねこれこれで決定すると今の設定でゲームが動きますはいこんな感じで動きますねちょっと今横伸びになったけどねはいではちょっとゲームしていきましょうもうあとは普通にねもう初めの初期設定のコントローラー設定で えー、もうボタン配分されてるのでもう普通にスタート押したら始まりますここですねスタートボタン始まりますねはいもう普通に遊べるよねこれが先の大きい画面やとちょっとねちらちらするんですよ画面が残像じゃないけどうんってなんでこんなファミコンなんかでそんな処理落ちすんのかなと思ってたんですけど原因はそれやったんですよねもう無理やり画面引き伸ばしてるんであのそういうことが起こってました で、おじいさん今音鳴ってないですけどどうやらねマイクロイチも僕のねこのモニターが音を出るのにあの対応してないみたいですねであの、ちゃんとヘッドホンジャック3 5ミリのヘッドホンジャックにつけたら音出たのであの、音は出ますはいでですねここでメニュー画面出すときはほ、えー、ホットキーですねホットキーと Y こちらを押してくだあ、ごめんなさい。ホットキーですね。Xbox の場合は真ん中。PS3 のコントローラーを設定してたら真ん中の PS ボタンですね。と Y です。これ同時押しにします。はい、こんな感じ。今はちょっとね、あの設定変えた後にあの保存してないんでちょっとこれで出てますけども、じゃあちょっと、えー、この後、ちょっと再起動して、えー、XMB で出る画面見せます。 と、はい、いうことで、ちょっとね、いろいろ吸ったもんだがありまして、ちょっとオープニングに戻ってますが、このように先ほどのメニューと全然違いますよね。あの PS3 のようなこう XMB ですな、ね、で、ウェーブが出てね、えー、っていう画面になります。で、こちらの方がね、ものすごい見やすいんですよ。先みたいなんよりも。うん、こんな感じでフォルダー分けされていて、非常に設定が1ページになり立ってるので、先のね、RGUI っていうのは PSB とかそういう小さい画面でこういう画面を出せない。 大きい画面を出すと処理がこっちに持っていかれちゃうっていうものに使われてるんですよね逆にそういうものにはあっちの方が最適なんですけどもうこれぐらい大きいがあの能力持ってる本体だとこの辺は処理が余裕があるのでこちらの XMB の方がおすすめです僕は今後ねこれで説明していきますこういうのが分かりやすいのよ例えばこうやって横行ってビデオ設定するとか分かりやすいのよ、ね、先のやつだと1個1個飛んでいかないといけないし字しかないので分かりづらいんですけどこれはすごいね感覚的に オプションを切り替えることができるので安心して使うことができます。はいよかったらこちら使ってください。で、えー、戻るときはクイックメニューですね。こちらクイックメニューで決定でリシウムで決定で戻ります。はいでエミュレーター終わるときなんですが、えー、基本的ですねちょっと違うやつもあるんですけど、えー、こちらホットキーを押しながらスタートをします。はいするとこのようにメニューに戻ってきますのでで。 こちらねこの状態で右左押しても次のエミュレーター行くんですよ。こんな感じで。はい。でも一回ちょっとトップに戻りたかったらキャンセルボタンを押すと、ここですね、エミュレーター自体を決定する画面になります。はい。これがね、すべてです。はい。これがもう基本的な使い方です。はい。で、あの、もうこのエミュレーターステーション自体終わりたいときは、スタートをしてクイク、えー、メインメニュー出して、一番下のクイックですね。 こちらで決定をしてから、この中でクイックエミュレーションステーションすると戻ることができます。はい。いかがだったでしょうかえ。長かったですね。いろいろ長かったですけども、これでエミュレーター機ができました。で、あのー、あれですね、初めから例えば、ラズベリーパイの電源を入れてすぐエミュレーターステーションを立ち上げるっていう設定もあるんですけども、当面、初めはいっぱいね、 ややこしいことがあると思いますあれ動けへんなとかそういうことがたくさんあると思うので初めからそれにしちゃうとちょっと面倒くさいと思うのでまたそれは後半にお伝えします今はもうこんな感じでエミュレーションステーションって入れて立ち上げて皆さんも初期設定も徹底的にすると思うのでこの状態で収めておきますでは最後にちょっと何個かエミュレーエミュレーターですねちょっとプレイ何個かしていってこんな感じで動いているよっていうのをお見せしていって終わります